きっちりベルト持った俺がジュニア引っ張ってくよ。2024年の始まりとともにジュニアの中心に立った男、 IWGP ジュニアヘビー級王者エル・デスペラード。しかし戴冠直後からかつてのパートナーによる襲撃、仲間の離脱、試練が続くも、それらをチャンピオンとして乗り越え、ベルトの価値を高めてきた。だが皆様、お分かりいただけただろうか。事件が起こるたびにこの俺がいることを。挑戦者ショア。なんでお前思ったらおかしいやろうか。おい、お前ボコボコにしてよ。おい、これ正式に俺のもんにしてやるよ。おい、さあエル・デスペラード。いやー、今マスクが剥がされた。俺のマスク返してくれ。お前はタイトルマッチできる顔じゃない。まだ気づいてないのか。全ては俺の手のひらで動いてることを。あ、ベルト持ってるよ。今度は IWGP ジュニアのベルトだ。ベルトはここじゃのねやろ。おめえかける根性ねえんだったらよ、俺が代わりにかけてやる。お前が払うリスクは、お前が負けたらそのミサイルに入ることだ。そんなもんだよ、何のリスクにもならんわ。おい、どうせ勝つのは俺やからよ。おい、強すぎる新チャンピオン誕生、そして伝説へ。主人公俺、全員ザコ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 、歴代のやつらも全員ザコじゃん。このやろ、おい脇役、そこドカンかい。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者ショー VS 王者エル・デスペラード。